3、2、1、0。2月の26日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。ダジャレが大好きな M 子さん、同じギャグで何度も笑える自分を指して、私って接着的でひょっとしてエコエコでエコと思ったらしい。それは違うと言われたそうな。ちなみに親父ギャグが反射して戻ってくるの、それはエコー、それも違うと言われたらしい。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。店頭では金ごまいわし試食販売中です。お近くの方、ぜひご来店ください。今日はスパゲッティにとろ昆布かけてみました。さあ、どんな感じでしょう。食べてみます。バッチグーです。緊張もっちゃん、昨日また電車乗り過ごしたらしい。嫁さんにむっちゃ怒られてました。おしまい。